ちょっと声が枯れておりますが、皆さんお風邪ひいてないでしょうか。周りの人がいっぱい風邪ひいてまして、今日はディレクターの守屋さんもなんか熱があるとか言ってだらーっとずっとしておりましてですね、なんか熱っぽい感じでスタジオが熱っぽいというかよどんだような空気で、今いるんですけれどもね、私もちょっとなんとなく声枯れてぼーっとしておりますが、なんとかまだ生きておりますよ。もうだいぶ本当に寒くなってきましたからね、弘前なんか行った時も冬だなと感じましたので、夜寝るときはお布団1枚増やしたりして気をつけて熱出さないようにしていただきたいと思いますが、いきなり午後のロータリーのように始まってしまいましたね。なんかやっぱり変ですね、いつもと違いますね。今日も、行ってみたいと思いますよ。谷山ひろ子のオールナイトニッポンですよ。改めまして谷山ひろ子なのです。1週間のご無沙汰でした。皆様お元気してらっしゃいましたでしょうか。この1週間の谷山ひろ子は、大学祭3つ行きましたね。日大の歯学部、松戸にある日大の歯学部、それから、弘前大学、それと長崎大学と3つ行きましたね。長崎大学、弘前大学はなんとなくいつものコンサートのパターンで皆さん温かく聞いてくださいました。日大の松戸の皆さんお元気ですか。すごかったですね。この一部のコースやってらっしゃる高田文雄さんがその前に講演会をやってらっしゃった影響ではないと思いますが、なかなか酔っ払った方がいっぱいいらっしゃいましてね、後でお話しますが、すごいノリだったですね。本当に松戸の皆さん、まだ元気で生きてらっしゃるといいなと心配している今日この頃ですが、谷山ひろ子のオールナイトニッポン、この番組は愛知県迫田庄次郎くれた痩せる飴さんと滋賀のお土産さん、福岡市コビッケモールくれた、クッキーさんとカイロさん、山形市の里見新也くれた喉にいい飲み物さんほか、高知県ピテカントロポスくれた、芋菓子さん、横浜市のミナペイワシロくれたインスタントラーメンさん、国分寺市の、金曜の朝はシンデレラくれたミルクポットさん、小金井市の坂田正文くれたぶどうパンさん、府中市の、森戸行く育成くれたペコちゃんちとさあめさんとバウムクーヘンさん、他の提供によりまして全国ねこの森ネットでお送りいたします。今日の1曲目は稲垣純一さん、聴いてください、雨のリグレット。その松野のコンサートっていうのは随分おはがき来てましたね。あれは忘れてくださいというか、なかなか真剣なおはがきも随分来てましたけどね。あれはなんかの OB の人なんですね。なんかのクラブの応援部かな。なんかね、始まる前からね、受けてるんですよ。何だかわかんないけど受けてるなと思ったらね、もう始まってね、出てったらいきなり、うおーってすっごい声でね、最初はヒーローコーとか言ってたんですよね。なかなか、お、これは親衛隊みたいでかっこいいなとか思っていたんですけどもね、なんか、歌歌ってる最中でも喋ってる最中でも全然関係なくヒーローコーってやってるからどうも様子がおかしいなと思ってたら、関係ないんです、ただ騒ぎたいだけだったんですね。あの方たちはね、あのさ、静かな歌とかあるんですね。あの夜のブランコっていう歌なんか歌ったんですけどね、最後ほとんど楽器なくなって夜のブランコで待ってる、静かになったとこいきなりよいしょって掛け声がかかりましてね、よいしょ初めてでしたね。さすがに私もなかなか面白い、体験をさせて、いただきましたけれども、 OB の皆さん、しかも途中で出て行かれましたけども、飲みに行くとか言って、あの後どうなったかなと、気にかけておりますよ。それでは今週の、宛先から行きたいと思います。今週の宛先は愛知県愛知郡のどれを読めばいいんだ、匿名希望のセウジラフという方からいただきました。類似品にご注意どういう意味なのかなという、これがちょっと気がしますけれどもね、別に新曲がどうのとか、谷山ひろ子の今度出る曲が、スティックスがどうのとか、そういうことを考えて言ってらっしゃるんではないと信じたいんですが、類似品にご注意、これが今週の宛先です。郵便番号100東京都千代田区有楽町日本放送オールナイトニッポン、谷山ひろ子類似品にご注意。そうですよね、何もこちら類似品だって誰も言ってませんよね。どうしてこうひがみっぽいのかしら、私ってマイナー生活を3年も続けてるとひがみっぽくなっちゃうのよね。そういうわけでこれが、今週の宛先です。それでこれを言っていいんですか、ついでにお知らせをいきたいと思います。マネージャーがさっき何回も書き直した大変美しい字のお知らせが来てるんですが、本当にこれ、読みます。谷山ひろ子デザートムーン
発売記念サインプレゼントのお知らせ。シングル版で言うと必ずなんかこういうイベントが組まれますけどもね、なんか虚しい抵抗をしておりますが、ジタバタジタバタと、今回もまたジタバタをしておりますよ。サインプレゼントのお知らせ。11月21日発売の谷山ひろ子シングルデザートムーンのジャケット写真を、BGM 本当は流れんだけど探しててどこ行ったか分かんない、上島さんが配ってないレコードをまだテープの段階で、寂しいですね本当。テープで時々ね回転が違ったりするんですよ、早かったりするんですよ時々ね。いやーキャニオンレコードも力が入っておりますね。どこまで読んだんだっけ、デザートムーンのジャケット写真を、日本放送のこの番組まで、ここがケチくさい、変身用封筒を道具の上お送りください。谷山ひろ子のサインをしてお送り返しします。締め切りは11月の消し印までを有効とします。お知らせでした。ということで、お金は一切こっちはかからない、谷山ひろ子はただサインする労力以外何もかからないというすごい企画をうちのマネージャー考えましてね。返信用封筒ってことはやっぱり切手も貼ってっていう意味でしょうね。すいません本当に貧乏になれちゃうとね、こういうとこでねケチ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 しちゃうんですね。そういうわけで11月21日発売ですからまだ先ですけどね、かわいい、あ、出ましたね、終わりですか、短いですね、はい、すいません、予約するように、あ、はい、予約するようにと森谷ディレクターがやってくださったんです。はい、だからそういうね、いいですけどね別にね、5時までに全部かけるからこんだけで本当にディレクターに可愛がってもらってます、谷山ひろ子です。そういうわけで、21日発売の、シングル版のジャケットを編集用封筒付きで送ってくださるとサインしてお送り返ししますと、日付なんかも入れちゃおうかなってサービスで申し訳ないから入れちゃおうかなと思ってますのでよろしくお願いいたしたいと思います。本当に予約しといた方がいいです。なんでイニシャルが少ないから、はい、聞かなければよかった本当にお近くのところ行かないかもわかんないからね、はい、予約してくださると嬉しいですね。本当に少ない、どうしてそういう風に念を押さなきゃならないわけ、どうだって僕の優秀ポップコーンの優勝曲と、あ、一緒なの、世界歌謡祭の優勝曲と一緒じゃない、どっちですか、斉藤さん詳しい、山原斉藤さんいかがですか、ダメみたいですよそういうわけで優勝曲なんて言うんですか斉藤さん、まずい、カチョロに言うと言ってますよはい、そういうわけで山派の皆さんお聞きですか、山派の斉藤は優勝曲知りませんよ私も知りません、世界歌謡祭に優勝曲私も知りませんよ、でもあったんですよね世界歌謡祭ね、何していつの間にか終わってしまいましたけどもね、いやー、はい、そういうわけで、おはがきいきたいと思います。我孫子市の大久保晴代ちゃんからです。ひろこさんこんにちは、これは11月1日付の新聞統括毎日って読むんですか、これはそう、あ、よく知ってますね、うちの方だから東葛飾って意味、これどういう意味の統括地区っていうのが、あ、あるんだ、松戸の方統括病院っていうのがあるからそれの名前取って嘘言うんです統括地区って言うんだ、あ、統括毎日です、はい、切り抜き貼ってありましてね、どういう切り抜きが貼ってあるかといいますとですね、日本大学史学部の、学園祭ガイドというのが載ってましてね、さっき言った松戸のですね、2日高田文夫講演、高田文夫さん講演しましたね、その後ね書いたんですよ私のが、冬山ひろ子コンサート私今までいろんな風に名前間違えられました、谷村ひろ子さん、谷口ひろ子さんとかね、谷山ひろ子のひろがあの親友になって蔵子さんとかね、もう本当にいろいろ間違えられましたけど、こういうちょっと冬山ひろ子、これわざと間違えたんじゃないかなっていう気がしてくるような間違えられ方をしたのは初めてですね。先週かなめさんになんか谷山ひろ子の明るさは東北の夏だって言われたばっかりですしねなんかこれは本当にただ間違えただけじゃないんじゃないかな、毎日新聞の人に今度来てみたいなと思いますけど、ちなみに高田文夫さんのおの字も間違えてるみたいですね、おがね、オスのおになってるの、夫のおだよね、あ、本名なん
で本名が出てんでしょうね。間違えたんですよね。というわけで、次のおはがきいきたいと思います。冬山のひろこでございますよ。はじめまして、ひろこちゃん。あ、美しい字で。消し印が流れ山、千葉の方が多いですね。実は私は11月2日の日大松戸祭のコンサートで初めてひろこちゃんにお目文字しました。 ありがとうございます。人参のカゴ入りと、到来物のウイスキーをお渡しした子供の母でございます。あ、お母様ですか。どうもありがとうございます。いや、なんか改まっちゃう。 A 型ってすぐね、年上の人だと改まっちゃうんですよ。子供たちはひろこちゃんのちゃんとか言われると嬉しいわね。さすがにね、ひろこちゃんのファンですので、あの時握手をしていただき大変感激しておりました。どうもありがとうございました。私も知的でチャーミングでメルヘンチックな、この知的とチャーミングとメルヘンチックの下の防線ってこれ誰か引いたんですか。変な球団の人最初から引いてあったんですか。お母様、冗談みたいですよ。なんか下に防線引っ張ってあるとメルヘンチックなひろこちゃんが大好きになりました。これからも素晴らしい歌を私どもに聴かせてくださいませ。そして中島みゆきちゃんを忍ぶニューミュージック界の女王になられますようお祈り申し上げます。38歳、母よりありがとうございます。本当に38歳、お母様だと中島みゆきちゃんになるんですね。このちゃんの下に後で赤い棒線を3本ぐらい引っ張って、どっかその辺に貼っておきたいなと思っております。ありがとうございます。いや、でも時々ね、お母さんとか一緒に来てくださってね、嬉しいもんですね。おじさまとかね、おじいさんとか来てくださってね。はい、匿名でお願いします。和歌山県海南市の、16歳の女の子ちゃん、おはようございます。ひろこさん、私が生まれて16年間の中で一番悔しかったことを聞いてください。夜愛犬の散歩をしていた時のことなのですが、暗い道で肩を叩かれたんです。で、振り返ると同い年くらいの男の子がいきなり抱きついてきて無理やりキスされたんです。その後私を押し倒そうとするので大声で叫んだんです。その男はびっくりして逃げてしまったので、キスの他は何もされなかったのですが、でもいつか本当に好きになって恋人になった人と思っていた私のファーストキスは見知らぬ男に無残にも奪われてしまったのです。あれからもう半年経ちましたが、まだ心の傷は癒えません。ひろこさん悔しいよー、というおはがきですけれどもね。あー、いきなり知らない人にキスされちゃった。別にあのファーストキスとかこだわることないんじゃないですかね。あのか、なんか物理的なファーストキスとか特に関係ないし、そんなこと言ったらね、あの歯ブラシとキスしてますしね。なんかお母さんのようなこと本当に言ってしまってますね、この頃の私は。どこが面白いんだよ。だからすいません、ごめんなさい、ごめんなさい。どうして下向くんですか。女の子にとっては大事な問題じゃないですか。お願いだから寝ないでください。どこに、え、男にだって大事な問題。何が、ファーストキスが、あ、本当に、え、自分のファーストキスが、そうなのいいです自分のファーストキスが大事な問題なんですか。ちょっと CM の前に守屋さんのそれだけ聞いてみたい。大きな問題ですか、男の子の自分のファーストキス。あ、そうか、そうか。でも、ちょっとマイクとキスしないでときます。なんか感じてしまう耳が。だから気持ちじゃないですか、ファーストキスってすいません。だからさ、要するに形の上のキスじゃなくて、自分がこれが最初だって決めたらそれが最初じゃないですかね。ダメですかね、それ。歴史的なファーストキスは大事だ。話が大きくなっておりますけれども、守屋さんのファーストキスについて後でゆっくり聞いてみたいなと思ったりしております。ママとなのに、はい、コマーシャル行ってみたいと思いますよ。この恋一筋、レコード店行くのが恥ずかしい方、家族の人たちに知られたくない方、歌手名を隠してそっとお届けします。通信販売ひろこの恋一筋。幸せが住むという虹色の湖、幸せに会いたくて旅に出た私よ。ふるさとの村にある喜びも
てもなく呼びかけた虹色の湖。そういうわけで、なんだっけ、キャッチフレーズ今日くださったのは埼玉県鳩ヶ谷市の関口剛くん。なんかこのコーナーのレギュラーみたいな方ですが、どうもありがとうございました。曲は中村明子さんの虹色の湖ですよね。小学校ね、6年くらいの時にすっごい好きで、この歌ね真似してね毎週歌っていたんですけれどもね、この人に曲を一度書いて歌ってもらいたいなとか小学生の身で思ったりしましてね、あの頃は流行作曲家を目指しておりました。なんでバカなのよ、どうしてよ言っちゃいけない、思っても失礼しました。それでは、おはがき読んでみたいと思います。どれからいこうかな。はい、これいきます。岩手県東岩井郡でいいと思います。の名前を読んでいけないって書いてないけど、どうかな。ゆうたろうくんからです。4月から付き合い始めた僕と彼女ですが、キスをしようとしたりすると嘘とか言うばかりで、話をしていても本音なのか嘘なのかわからない表情を作るのです。デートに誘っても返事はすぐしてもらえず、いつも遠回りな言葉が返ってくるだけ。ひろこさん、僕たちの相性を見てください。そして彼女が僕をどう思っているのか、今後どうしたらよいか教えてください、お願いします、ということでね。いや、どう思っているのか、まあ、ひろこさん教えられるかどうか分かりません。とりあえず、あの相性のバイオリズムのを見ました。ただ、体が 57%、 感情が 50% の知性が 46% っていう、これ平均して多分50くらいっていう一番、平均的なパターンなんですね。それでお名前の相性も、ゆうたろうくんとていうこちゃんということで、 UAO と EUO ということで2つ同じで1つ違うっていう一番理想的と言われているパターンで、これは名前には問題ないなと思います。それで彼女の血液型が A 型っていうのを見て、2つのことをひろこさんは考えました。一つは、A 型の女の子っていうのは、はっきり嫌だって言えないために、この嘘っていうなんかふざけた雰囲気でごまかして拒否しているとかね、あの遠回りな言葉でこう嫌だっていうのを表現してるっていうのもあるんだけど、もう一つこの A 型の女の子っていうのはいかにもそれ風の雰囲気になっちゃうのが、掃除しないでくださいます、いきなり窓の向こうで退屈したディレクターが掃除をしておりますが、窓を拭いていつもうちでしないことをな、放送局来てやるよな。いかにもっていう雰囲気になると、わざとあの笑ってその雰囲気が消えるようなことしちゃうっていうパターンもあるんですよね。だからほら、マジな顔で彼がねえとか言って迫ってくると、なんかその後どうしていいか分かんなくて、いや何みたいなこと言っちゃうってよくあるじゃありませんか。そういうパターンなのか、これどっちなのかは本物を見てないのでちょっとよく分からないのですけれども、ただ目が笑ってるか笑ってないかっていうのがこれ一つの、決め手になるかなと思いますんで、よく、観察してみたらいいんじゃないかなと思います。ゆうたろうくんも A 型なので、割と A 型の人の気持ちって分かるんじゃないかなと思うので、もう一回観察してみるといいんじゃないか。あと A 型の人ははっきり口では言えないけど、手紙書いたりするとね、結構はっきり言う子が多いのね。だから私も実はそうなんですけどね、あの手紙で聞いてみるっていうのも一つ方法かなと思いますので、どうぞやってみてください。検討をお祈りいたします。次行きまして、板橋区の小昼日向くんっていう男の子さんです。久しぶりに有名人シリーズですけれども、おはようございます、ひろこさん。いつも放送を聞かせてもらってます。いきなりですが、今私はあの言うのも恐れ多い大作家になってしまった、高橋留美子様に頭の先から足の先までどっぷりと染まってしまってるのです。こういうこと書くと全国のファンからカミソリやら爆弾が送られてきそうで怖いのですが、私はどうなってもいい、死んでもなお私は留美子さんが好きじゃ、一生の憧れになりそうですが、どうか私と留美子様の仲を占ってください、ということで、あの高橋留美子ちゃんって可愛い女の子なんですよね。一度昔ニャンニャンしてねのなんだ第1回のゲストで、私訪ねてお仕事場のところまで訪ねて行きましたけどね、あのなんか喫茶店で編集者の人と待ち合わせしてたんですよね。それでなかなか来なくてトイレ行くとか言って階段降りてったら、なんか踊り場のとこでね、もじってなんか女の子がしててね、なんかあのもじっとしてるんですよ。通り過ぎようとしたら、あ
の」とか言うから「サインください」とか言われるのかなってそういう雰囲気だったんでね「何ですか?」って言ったら「高橋ですけど谷山さんですか?」って言うんでびっくりしましたね。あの方も本当にね、なんていうか自分が世の中でどうなってるとかいうの全然関係なく書いてる人で、仕事場もなかなか汚かったし、スリッパも汚れてたりして、なかなか私にスリッパが汚れてるとか似てましたが、なかなか良い感じだなとあの時思ったんですけどもね。見ました。バイオリズムが、57、体が57、感情が14の、知性じゃない、理性が、知性だっけ、あ、知性ですね、知性が3ということで、この感情の14と知性の3は本当どうにもならない、ぐらいに低いので、体の57、これで、なんとか、バイオリズムは押していくしかないのでないかと思いますけども、ね、57だと押しても、すっと引かれる可能性があるんでないかなと思います。なお、ひろゆきくんでしょ、ひろゆきくん、名前がひろゆきくんで、彼女じゃない、高橋留美子さんはルミ子ですね。で、ルミ子さんは優がつきますから、優がつく男に一番惹かれやすい。でもひろゆきくんには優がついてないので、このままだと負ける。自分の名前になんとかしてこれは優をつけて呼んでもらう努力をするといいんじゃないかなと思います。ひろゆきくんとかですね、なんでもいいですけどね。あ、優ついてんじゃない、何言ってんの、私は優ついておりました。ひろゆきくん、優がついてるので相性もよろしいんじゃないか、いい加減だな本当にと思います。なお、あ、今日は A 型同士が多いな。 A 型同士ですので、 A 型同士は、相手に言わせようとするパターンが大変多いです。自分から言って恥かくの嫌だ、ですから、自分が、片思い気味だなと思ったら思い切って押していかないといつまでたっても始まらないで、お友達のまんまですので、 A 型同士の方はどんどん押していくというパターンで頑張っていただきたいと思います。いいですか、呼び込み、はいはい、向こうでなんか違う作業してますよ、マリアさんは。違う作業じゃないんですか、ちゃんと番組の仕事をして。違う作業よね、聞かなきゃよかった。あさってのイベントの台本ね。はい、失礼しました。そういうわけで、このコーナーではあなたと彼や彼女から、片思いの相手でもいいです。だから相手が有名人でもいいです。相性を見ます。血液型とか、生年月日とか、お名前とか、いきさつとか、なんか今の気持ちとか何でもいいです。いろいろお書きになりまして、郵便番号100、東京都千代田区有楽町日本放送、オールナイト日本谷山ひろ子、類似品にご注意。こちらの係までどんどんおはがきをくださいませ。お待ちしております。